本日もよろしくお願いいたします。で今日は3点、私からの発表項目がありますが、それに先立ちまして、新型コロナウイルス関連についてお話をします。本日に先立つ1時半から、新型コロナウイルス感染症に関する有識者の懇談会を開催をしたところです。まあ、このところ皆さんもご存知な状況なので、実は毎週のように有識者の皆さんにお集まりをいただいており、今日も開催をいたしました。そして様々な意見をいただいたところです。またそれを受けまして、先ほど14時半から、県としての第16回目の新型コロナウイルス感染症の対策本部を開いたところです。その場でですね、本日をもって富山アラート感染拡大に関する警報を発出することを決めました。ご存じのように宮城県、そして大阪府、兵庫県にまん延防止等重点措置が適用されています。さらに今週の月曜日からは加えて東京都、京都府、そして沖縄県に発出され、合計で6都府県にこの措置が適用されていることでございます。また他にも愛知県など、日本中で感染拡大の傾向が強まっています。本県におきましても、この週間、4月5日から11日までの週で、1日平均で90名という新規感染が確認されています。これはその前の週の3倍に当たる数字でございます。本県においても、この感染拡大の傾向が見られ、予断を許さない状況にあり、また合わせて変異株についても83、今のところ確認をされています。そんな状況です。また月末には大型連休も始まります。勢い人の動きも大きくなります。また会食などの機会もなることでしょう。そのようなことを控えまして、そのような状況にあたりまして、本日富山アラートを発出するということを決めたことでございます。これにおきましては、6都府県のまん延防止等重点措置地域との往来については、極力不要不急の移動は自粛をお願いをしたい。これを県民の皆様にはお願いをします。また、このまん防止措置以外の道あるいは県につきましてもですね、感染対策を十分にされた上での移動を心がけていただきたいとお願いします。また最近の陽性者はですね、職場仲間あるいは友人との会食の場での感染が疑われるケースが散見をされています。改めて新しい生活様式、マスク、手洗い、そしてソーシャルディスタンシング、また換気の徹底などなど、この新しい生活様式を徹底をしていただく、また感染のリスクが高まると言われている5つの場面を引き続き回避をするご努力をお願いをする。また会食の際には、高松市との会食の際には、涼しい富山スタイルの会食を心がけていただきたい。特に食事中でも会話の際には、マスクをしていただくことを心がけていただきたいとお願いをします。また重症化しやすい高齢者がご家庭におられる方は、家庭内でもマスクを着用するということ、これも改めてお願いをします。このような感染予防行動を徹底していただきたいと思います。3月に入ってから感染者は、30歳未満、すなわち10代、20代、若干10歳未満もおられますが、30歳未満の方が 53% となっています。本当に若い人が増えています。そして若い人は無症状の傾向が高いです。自分で気づかないうちに家に持ち込み、高齢者の方に移してしまう、そのようなリスクも高まっているわけであります。どうか、高齢者にいらっしゃるご家庭では、家庭内とはいえマスクの着用を徹底していただくようなことをお願いします。などなど、皆様には県民の皆様には大変にご不便をおかけしますが、今後ともご理解とご協力をお願いをしたいと思います。この富山アラートの発出、昨年の8月11日、そして12月25日に続きまして、3回目のアラートの発出にあたります。これにあたりまして、私からよくとお願いをいたします。その上で、今日の発表項目を申し上げたいと思います。飲食店の見回り調査の実施について説明を申し上げます。
富山県では今後県内飲食店における感染防止対策の徹底に向けて各店舗の取り組み状況を確認するための見回り調査を実施することといたします。県内の新型コロナ感染状況を見ると先ほども申し上げましたが職場仲間あるいは友人との会食の場で感染したのではないかと疑われる例が散見をされています。富山アラートを発令し県民の皆様に会食の場でのマス寿司の実践会話の際のマスクの着用の徹底を改めて呼びかけているところですが合わせて県内飲食店事業者の皆様にも感染防止対策の徹底について意識を新たにですね取り組んでいただきたいと思います。これまでも十分にお願いをしたことに応えて飲食店の側でも対策を取ってきていただいています。1月には非常に残念でしたが時間営業時間の短縮というお願いをさせていただいたところです。今回ここに来て改めて新たな意識を持ってもう一度緊張感を持って持ち直して取り組んでいただきたいこのことをお願いしたい。そのためにもですね県の厚生センターに加え富山市の保健所ともご協力いただきまして食品衛生法に基づく飲食店営業許可にかかる実地調査これは年間にしますと約1000件程度になります。これに合わせまして次のスライドですが各店舗において、伺った際に各店舗においてアクリル板等の設置 食事中以外のマスク着用の推奨手指、手の指、手指の消毒の徹底そして換気の徹底これが行われているかこれらの取り組み状況を、調査をするとともに一層の意識啓発を図ってまいります。事業者の皆様にはこれを機にそれぞれの感染防止対策の取り組みを改めてご確認いただきコロナ禍における感染防止と事業継続の両立に向けてお客様と従業員の双方が安心して過ごせる空間づくりをさらに進めていただきたいと考えています。これは繰り返しになりますがこの飲食店の営業許可にかかる実地調査に合わせてこのようなことも見せていただくということであります。決して飲食店の皆さん事業者の皆さんと県が対立するものでもありません。また、飲食店のお客さんがまた喧嘩をして対立してくださいということでもありません。みんな思いは一緒なんです。飲食店の皆様には自由に営業していただき設けていただきたい、楽しみの場を提供していただきたい、お客様の皆さんである県民の皆さんには飲食の場で大いに楽しんでいただきたい、そして我々県としてはその商売の自由また飲食の自由を保障する立場であり続けたいそういうようなことでありまして、みんな向いている方向は一緒です。決して対立構造を作るのではありません。そんなことをぜひ県民の皆さんにまた飲食店事業者の皆さんにご理解をいただき共に、今のようないい時間がずっと続くように、そして、大型連休においてもこれ以上の制約をお願いすることなく皆さんで過ごしていただけるように、そのために、先にして少しずつ我慢し合いし合うことによって、この状態をステージ1の状態普通の状態を続けていきたい、そのようなことをのための措置でございます。決して対立するのではないこのところを改めて申し上げ、感染防止と事業継続の両立なんだと、そしてお客様そして従業員の皆さんの健康の健康も維持するためなんだということをこれをご理解をいただきたいと思いますし、報道の皆様にはそのような点も報道をまたお願いをできればというふうに思うことでございます。私からの報告の1点目でございます。これは全くまた話が違いますが、高岡テクノドーム別館基本設計の概要についてでございます。高岡テクノドーム別館の基本設計につきましては昨年10月に内藤博史建築設計事務所さんと契約し進めてきたところです。その間地元高岡市の関係者の方々とも協議を重ね先月下旬にこの業務が完了しており、基本設計の内容について取りまとめましたのでその概要を説明をさせていただきます。施設のコンセプトですが昨年7月に策定しました基本計画にもあります通り新幹線の敦賀延伸を見据え多様なニーズに対応し県西部地域の活性化に資する拠点施設としています。
またこの施設は既存施設や周辺景観と調和し、産業および地域の振興の拠点として新たなにぎわいや憩いの場となる空間を創出することを目指しています。次に別館整備の位置についてご説明をいたします。新高岡駅やイオン高岡テクノドームの本館、これらの周辺の施設との円滑な動線を確保するために現、施設の駐車場の北側に整備をします。次のスライドですが、建物の配置と構成についてご説明いたします。展示場や商談室などの展示棟、そしてコミュニケーションスペースや事務室などの交流棟の2つの施設で構成されます。展示棟は一部2階建てとなっています。交流棟と既存のテクノドームの本館は1階部分で接続をします。なおこの接続にかかる工事の設計については本年度実施する予定で、令和3年度の当初予算にその予算措置をしてございます。次のスライドです。設計の主な特徴ですが、まずは展示場を包む大屋根とその下の半屋外空間です。これが大変特徴的になっています。大屋根の軒天あるいは外壁には県産の木材を採用し、木質化されたぬくもりのある空間としています。スライド次になるんですが、こちらは可動式の客席や 5G 設備を導入して多目的に使用可能な展示場です。展示場は最大1200席まで設置が可能です。展示場の活用例については後ほどご紹介をいたします。次のスライドお願いします。本館と別館がエネルギー棟、これは基礎の建物ですが、本館と別館がエネルギー棟を中心に向かい合い、その間に中庭やテラスを配置し、にぎわいの空間、憩いの空間を創出します。また地下熱や太陽光を利用する設備を導入しまして、省エネルギーにももちろん配慮してまいります。次のスライドです。施設の活用例について3例ほどお示しをいたします。まずはコンベンションでの活用です。展示場に備えられた可動間仕切りによって展示場を分割して使用することも可能になります。分割は中間部分での2分の1利用あるいは3分の1、3分の2の分割が可能となっており、さまざまなサイズのイベントに対応できるということです。交流棟や本館を同時に使い、講演会、交流会、文化会、展示会など多目的な用途に同時開催することが可能になります。次のスライドお願いします。2つ目の利用例ですが、大規模イベントでの活用です。ステージや可動式客室のレイアウトを工夫することでパブリックビューイング、あるいはコンサート、 e スポーツイベントなど、高岡 e スポーツのメッカと言われていますが、これらの大規模イベントを開催することも可能になります。次のスライドです。3つ目は物販の展示、産業展示での活用です。展示場の南側と北側の扉を開放することによって屋内の展示場と屋外の広場を一体的に活用することが可能となります。本館の大展示場を含めて屋内外大中小さまざまなニーズに対応できる展示空間を活用したイベントの開催が可能となります。次のスライド。建物については2階建て、高さは約18メートル、延べ床面積は約4000平米となっています。このうちメインの施設の展示場は面積が約1000平方メートル、天井の高さは9メートルとなっています。建設工事費は 26.5 億円を見込んでいます。今後の予定としては民間活力導入可能性調査を経て北陸新幹線の敦賀延伸を見据えて整備を進めます。基本計画にありますものづくり体験施設や IoT、AI 等の未来技術展示などにつきましては民間活力導入可能性調査や関係者への意見の聞き取り結果などを踏まえ必要性を引き続き検討してまいります。今回の基本設計の概要につきましては民間活力可能導入可能性調査を実施することから今後変動する可能性もあることをご含みいただきたいと思います。高岡テクノドーム別館基本設計の概要についての説明は以上です。
続きまして3点目お待たせしました。4月補正予算についてです。まあ、おいおい、もう補正かよと思われるかもしれませんが、まあ、説明させていただきます。今回の補正予算につきましては、さる3月に国の予備費等により実施することとされました。新型コロナの影響を受けている生活困窮者、低所得の一人親世帯への緊急支援、また同じく3月に観光庁から発表されました同一県内での旅行割引事業を財政的に支援する地域観光事業支援、地域観光事業支援、これは総額約3000億円の国費でございますが、これにつきましていずれも制度詳細が明らかにされたので、本件における対応を行うため必要な予算を計上するものです。今回の補正規模は16億7499万円、すべて新型コロナ対策経費となります。それでは補正予算の内容についてご説明いたします。まず新型コロナの影響を受けている生活困窮者、低所得の一人親世帯への緊急支援についてです。新型コロナの影響により収入が減少した世帯については、県社会福祉協議会から生活福祉資金の特例貸付が行われておりますが、その申請期間が従前の3月末から6月末までに延長されることになりました。それに伴い必要な貸付原資等として、本件に配分された9億4000万円を計上をします。また今回合わせて返済免除の要件が明確にされました。詳細は県社会福祉協議会のホームページをご確認いただければと思います。次に国の予備費により低所得の子育て世帯に向けて生活支援特別給付金が支給されることとなりました。そのためまずは低所得の一人親世帯児童福祉手当の受給者等になりますが、この低所得の一人親世帯に向けて児童一人当たり5万円を支給するために3575万円、これは県の担当として町村町村の在住者分となりますが、この金額を計上をいたします。支給日は5月11日を予定しております。次に自立に向けて取り組む低所得の一人親の方向けに、住居の借り上げ資金の無利子貸付を実施することとなりました。そのための必要経費として924万円を計上します。次のスライドです。5月中の県内観光の促進についてです。本日先ほども説明した富山アラートを発出したところですが、新型コロナの影響により旅行需要が落ち込んでいる中、感染防止対策を十分講じた上で県内の感染状況をもちろん踏まえながらですが、観光庁の新たな補助事業を活用し5月に県民向け県内観光キャンペーンを実施するため6億9000万円を計上をいたします。5月の実施に向けて準備を進めるもので、制度の詳細は改めてご案内します。観光キャンペーンの実施にあたっては対象施設と旅行者の双方に感染防止対策を徹底してもらうよう周知要請を図り、県内の感染状況に十分留意しながら取り組んでまいります。万一今後、ステージ2に移行というケースになった場合には、移行と同時に宿泊割引の新規予約等を一時停止するなどの対応を考えております。今回の補正予算につきましては、生活に必要な資金の給付や5月のキャンペーンなどいずれも早々に準備が必要となることから、今回緊急的な対応として専決処分させていただくこととしました。4月補正予算専決処分についての説明は以上です。それぞれの事業の詳細につきましては別途配布させていただいている資料に被災の各担当課にご確認をいただければとお願いします。冒頭私からの説明は以上とさせていただきます。